手はその後再三ピンチを迎えながらも要所でフォークボールを低めに決める粘りのピッチングを見せ、8回には楽天の3年目堀内健吾選手のスリーランホームランで勝ち越し、日本が6対3で勝ちました。この結果、日本は1次リーグから持ち越された2勝を含め2次リーグの通算成績が4勝0敗となり、1試合を残してリーグ1位で決勝進出を決めました。日本は27日の第3戦の後、28日に決勝に臨みます。ここまで1時のニュースは今吉がお伝えしました。